DJ Store Right 設定一応ウィッシュリストね、たまにこう変わってない場合があるから、ウィッシュはティファちゃんでいきます。はい、じゃあ本日こっからティファちゃんガチャ行ってみたいと思います。ライブガチャ切り抜きで見ていただいている方ありがとうございます。 YouTube ライブのアーカイブでも見てくれている方ありがとうございます。こっからガッツリガチャ引いていきたいと思います。お待たせしました。一番下のルーティアさん10連からいきたいと思います。1個ね、景気よく出したいね。まあ、本命ガチャはティファちゃんガチャなのでコスチューム出るまで帰れません。おお、早速星5確定、ありがとうございます。ありがとうございます。本日ね FFRK のガチャもねやったんですが天井でした。このね FX7 エバークライシスのライブが遅れたのはあれなんですよ、 FFRK の本日配信のもうエンドコンテンツのガチャが出たんですけど、それが天井まで行く大爆死だったんです。現在公開中になっているので RK 勢 FFRK の動画もガチャ爆死動画楽しみたいって方はぜひチェックワンツーしてみてください。お侍さん課金、いいね。僕ねガチャ必勝法あるんですけど、タップしないっていうのが神引きになる。タップしない、これがねガチャ必勝法だと思います。毎日無料10連引けるときにタップしないでやってたんですけど、結構いい引きだった。まあ1個かい、まあ飛ばしていきましょうか。新規出てほしいね、ルーティアさん、ルーティアさん、ルーティアさん。さあ新規出るか、来ました。これは持ってるね、緑色の銃出ました。1と2ルーティアさん、まずは1個出ましたね。グレンさんたちもマットも10連いけるね、マットも10連いっちゃう。まずはルーティアさん星51個出ました。次はマットさんどうでしょうか。普通のクラウドさんのいつもの衣装でございます。これさ、たまにさお侍さんじゃなくてさ違う衣装で出てきてさ、やばい超やばい、もう神引き確定みたいな、してほしいですよね。でこれタップしないのが僕のガチャ必勝法です。はい、焦らず焦らずいきましょう。さあクラウドくん、この退治してる鉄巨人ちゃん、ここからガツンと強切りかましてほしいところではあるんですが、ここでこうスルリと避けるスタイル。おっと、弾いたよ、クラウドが弾いた。おパシャッパシャッって、やってくれるぜ。さあマットさん、マットさん、うちのマットさん弱いから強化したい。確定分のあれでしたね、弾いた確定分の1個だけ。さあ行こうか、ここまではもうがっつりタップでいっちゃうよね。あのフォーク全然とっつってないんですけど、バレンタインの来た、なんだこれは、持ってそうなんだけど、ミドルディフェンダー持ってそうだね、持ってるでしょ、多分持ってるくせえよ。ニューが、あ違うやつだね、星さんだった。まあ、興奮させてくれたよね、マットさん。じゃ次はグレンさんでしょ。グレンちゃんも10連いっちゃうよ。頼みます。グレンさんの10連。いきましょう。あ、普通だね。ここで。まあでも2回連続星5確定の演出出てるから、ここもうさ、ちょっと心配になってくるよね。さあお願いしますよ。クラウド先生、さあお願いします。普通の格好だもんね。さあこのバスターソードを持って歩き出したところが勝負のところ。くるりんでこうさ避けたパイプみたい。鉄巨人もずっと待ってくれた。クラウド君足を滑らせて、うお普通に弾いたからの強切りをバチンと行っちゃうね。3連続でさ確定演出出てるってことはさ、本命のティファちゃんガチャちょっと心配になるんだけど。1個出ました、
青い中に1個だけ目玉焼き、マットさん、じゃからのグレンさん、ここもスキップでいいんじゃない。1と2、次はあれかな、ユフィーちゃんかな。違った、セフィロスさんもいた。逆で持ちだからね、左手でシャキーン。どっちかセフィロスさスタメンにしてるからさ、セフィロスは揺れてほしいよね、こう確定演出来てほしいよね。まあ普通これやばいな、欲しいキャラっていうかさ、こう欲を出すとさ、あの出ないパターンあるからね。やばい、逆手持ちで構えてこうか。ロクサスも逆手じゃなかったっけ。じゃあね、あのふざけてるとやばいね。だったら言いますよ、今んところですね、3連チャンでしょ。3連チャンで星5演出来てるから、ちょっと心配になるよね。じゃあ頼むぜ。次はちょっと足滑らしたいよね。あーらよっとっつって。かませ！踏ん張りどころ。ここもさ、ここもまだチャンスあるからね。さあかませ！あ、普通のやつだった。ああ、そうはさせねえぞと。そうは問屋が許さねえって。残念だったね。切符案件でしょ、これは。切符案件でしょ。あれ、猛獣連いけんの？あ、猛獣連いけんの？猛獣連いけました。欲張りセピロスじゃん！お侍の格好で出てくるか？普通でした。なんだ、もう一回いけんのか。もう一回いけるんですか。素晴らしいじゃないですか、先輩。素晴らしいじゃないですか先輩と言って、頼みますよ。ここ滑らしてほしいよね。滑らしてこうバシャッとこうガツンとこう競技にかましてほしいんですけど、どうなってるんですか、どうなってるんですか、クラウド先生。あ、やべ、興奮してぶつけてしまった線。復旧しました。危ねえ危ねえ、待って、滑らせろ、足を滑らせる演出が好きだ俺は。また踏ん張りだ、踏ん張った。まだでもさ、ブレイバーフィーバーの、セフィロスは渡さねえと。セフィロスは渡さねえとか。セフィロスの新規は渡しませんよって。厳しいね。ファーストソルジャーでさ、のキャラでさ、唯一さ、あの、星5出なかったんだけど。じゃあ、ユフィちゃんにしましょうか。シュ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 ッつってこう、出してほしいよね。だってユフィちゃんなんてさ、配布の武器しか持ってないからね。配布の武器しか持ってないから、ガチャさん一個も持ってないからね。残念なことに。これはもう残念なことにだよね。ガチャさんしか持ってません。ってことで、一個欲しいです。ユフィちゃん。ユフィちゃんさ、一個ぐらい欲しいよね、ガチャさん。欲張っていきたいかなと思うんですが、クラウド先生。こう、さっきからあれだよね。欲出してなかったさ、ルティアさんとさ、マットさんとさ、グレンさんとさ、星5演出来たけどさ、ちょ、欲しいなって言ってるやつさ、出ない説あるからな。滑らせろ！お、来たー！シャキーン！シャキーン！ユフィ確定！ユフィ確定演出来た！あざす！ありがとうございます。さあ、何個？ 2 個ぐらい欲しいよね。あ、1個かい！ 1 個かい！飛ばしていこう！でもまあ、新規でしょ。ガチャさんなんか一個も持ってないもん。えい。ここでもさ、このさ、普通の青いやつとかでもさ、あ、風車かわいいね。各、こうさ、昇格演出あったらいいよね。お、マジみたいな。お、来た！なにこれ、円月輪みたいなやつ来た。ほら、持ってないね。ブランニューシットだね。あざす。あざす。ユフィちゃんあざす。次は、7期5。ティファちゃん最後でしょ。で、クラウド先生も10引けるから、クラウド先生10いこうか。さあ、クラウド先生、ティファちゃんの前でかっこいいとこ見せてくれよ。今、ユフィちゃん、星51個出ましたが、円月輪、ブランニューシット、星5。じゃあ、ここで、クラウド先生、長く沈黙をしてた、この、バスターソードとこう、鉄巨人と対峙して、クラウド先生の新しい新規の
星子は拝むことはできるんでしょうか。とつりたいものも、まあ、ちらぽらあるんじゃないかなと思うんですが、かませかませクラウド、男見せろ、ティファちゃんの前でかっこいい男見せろ、クルリンパ、おお、カチンカチン、受け止めた、受け止めちゃダメよ、もうスキップ案件でしょこれ、スキップでしょ、ニュー出てるけど星4か、やってくれたぜ。じゃあこれ星410連いく、待って、まあ、普通の10連あれ、闇型10連もあるから、待って、所持さ、所持これ284個あるんだけど、これでさ28回、これ結構長くなりそうだからやめとこう、取っとこう。この闇型10連のやつは280個チケット持ってる、持ちすぎだよね、もっと次のさ大舞台の時に取っとこう。今日はティファちゃんだ、時間かかりそうだもんね、日付変わっちゃうよあの280連やってたら。おっ、ティファちゃん、ティファちゃん、クリスマスがいいかな、あのとつってあのさ背景欲しいから、やべやべ、ティファちゃん演出確定。いや、それでもタップはしないのよ、ガチャ攻略タップはしないのがいいのよ。と言ってももうお侍さん確定演出決まってるんで、あの星5は1個確定ですね。1個、これって1個なのかな、お侍さんの時って1個は確定ってことなのかな。 2,3 個出たらもう最高、 2,3 個出たら最高、うらーパワープレイ、バク転してからの強切り、ダンダンジャン。いや今日はあれだよ、ティファガチャだからね、ティファガチャでティファちゃんで最後闇ガチャ10連で、ティファガチャ10連、まあまあまあ1個ね、1個でいいんじゃない、ここはね。さあ何が出るんでしょうか、こうタップしないで、え、あ、そうだ、タップしないであれで発まねえんだった。さあティファちゃんお願いします。お、モータードライブ1と2、クリスマス出てたね今クリスマスが12ないんじゃないの、オッケー、興奮したよね。さあこれピックアップ、あ、これは今現在開催中のね、かわいいユフィちゃんのバレンタインガチャで、アリスさんのバレンタインガチャで、スペシャル、スペシャルいっちゃおうか、ステップアップまず10連いっちゃいましょうか。ファイナルタッチ7リバースコラボ記念ステップアップガチャ10連無料。一発目いこう。やっちゃえやっちゃえ。これ期待しちゃっていいのかな？普通だね。これは普通。お侍さんではなかった。クラウドくん、頼むよ。クラウドさんの新規、拝みたいよね。さあ、始まった。ちょっと。ちょっとこう。クラウド。クラウド、寝ぼけてんじゃないぞ、ちゃんとかませ、男見せろ、男クラウド。さあ始まったぜ、ガツンとかましちゃってください先輩、弾け、うら、きたきたぜ、今日からのファイナルタジー7リバースコラボガチャステップアップ無料一発目10連、今日切りかましたぜ、どういうかました、何個出る、何個、いや2個きた、おっ、ティファちゃん&エアリス、いいんじゃないの、いいんじゃないの、グランドクラブ、あべあべあべ、興奮して線引っ張ってた、グランドクラブ、エアリスさんね、なんだろう、俺エアリスさん何欲しいかな、パラソル欲しいかな、パラソルがいいかな、それかプリズムロットとか持ってないもんね、それからだよね、フェアリーテイルとするかだよね、フルメタルロットとつだね、オッケー、まあいいんじゃないの、ティバちゃんまだいけるからね、はい、来ました、ファイナルタッチ7リバースコラボ記念無料、毎日無料10連ガチャ最大170連、すごいね、行こうか、毎日10連引かせてくれるという、頼むよ、ここでお侍さん来たらやばいんですけど、あ、普通だね、まあ普通、
普通ですが、普通ですが行きましょう。これは毎日始まる、これ弾けるようになったリバースコラボガチャ、行くぜ。今日の本日分の10連頼むぜクラウド先生、かましちゃってください。さあクラウドがこう寝ぼけてる間にこうちょっとこう鉄教授もちょっと居眠りしてるんじゃないかなと思ってるところで、今日まだ一回も足滑らしてないから頼むぜ。さあ始まった、クラウド先生ファラタジー7リバースコラボガチャ初日。あ、受け止めた、受け止めちゃうのね。でもまだここからブレイバーフィーバー案件が、これ5200だからさ、クリティカルも出てないからさ、全部3じゃなかったっけこれ。星音も出ないんだよねこれって、勘弁してよもう。オール星さんや。じゃあこれか、ボリューム1からボリューム4すべて引くと星5が無料で3本以上確定。どういうことなんだろうねこれって。まあよくわかんねえけど、回せるものは回していくぜ。星5がさ3本以上確定ってやばいよね。まあこの時点ではまだあれだね、ボリューム1からボリューム3まで回すと、まずはボリューム1行かせてもらいましょう。頼むぜクラウド。クラウドの武器が1個も出ないけど大丈夫なんでしょうか。クラウドだったら何欲しいかね。クラウドはメインウェポン何してんのかね。まあクラウドよりティファよ、ティファなら何でも大歓迎。さあ今日はティファちゃんガチャ、この後すぐティファちゃんガチャ始まります。お、避けた、お、避けた、避けた、今日初の避け、初避け、滑り止め、滑り、お、競技に行っちゃった。来た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 、フィーバー来たよ、来たよ来たよ来たよ。何個、お、2個来てる。あーっと、これはグレンさんと、グレンさん2個、グレンさん2個っぽくない。どうしちゃったのグレンさん。今日はティファガチャだっつってのに。うえうえ、おら来た、同じのちゃんと見てなかったけど、チャキーン、二突。さあ、まああと無料のガチャはないかな、このバレンタイン系のね、かわいいピンクで。さあ来ました、本日の大本命、こっからがあれです、本命ガチャですよ。ウィッシュリストは全部ティファちゃんにセットしてます。ティファちゃんだったら何でも大歓迎。スタンプシート、目標はティファちゃんのコスチューム、まあ7期のねコスチュームまではたどり着きませんが、ティファちゃん、おっと、ティファちゃんガチャを目指していきたいと思います。コスチュームまで、さあ僕のこのねガチャ史上絶対このピックアップガチャは絶対にスタンプ1っていうジンクスがあるんですよ。未だかつてライブガチャ必ずスタンプ1だった僕なんですが、もうピックアップスタンプ1、2期だよね、スタンプガチャ1、2期でしょスタンプね。じゃあ行きましょうか、合わせて引く。ブルークリスタルは8万あります。さあ来い、2だ。滑り出し最高。初めてじゃないでしょうか、ガチャで1で出なかったのは。さあスタンプは調子いいよ、まあ、興奮してちょっと鼻水出ちゃったもんだよ。まあここはね、まずは10連目普通のクラウド先生の衣装、ここからどうなっていくんでしょうか。スタンプまで何連でいけるかね。とりあえず12分の2まで来ました。だいたいね、60連ぐらいではね、到達するんじゃないかなと毎回思ってます。ってことは2以上出さなきゃいけないという感じなんですが、1が出なければ60連でいけるんじゃないでしょうか。さあ、でも内容が良くなければ、早期撤退にしても意味がない。おっと、ここは渋い。ピックアップガチャに渋いとは。でもまだわかんない。ブレイバーフィーバーの、あ、フィーバー出てんじゃん。
ナイス、ブレイバーフィーバーじゃん。これは素晴らしいよ。ティバ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 さん、待って待って、誰だった？ゴリラくんじゃねえかよ。ゴリラストッパー、お前の存在を忘れてたぜ。お、ウエスタングローブ出てる。ゴリちゃん、おお、ガイドグローブ来ました、ゴリラくん。お、いかつ。エネミーランチャースキップ。ゴリラくん、これ最初のあれじゃん。来ましたね。しかも持ってるやつはね、凸だね。1凸ですね。じゃあ20連目いきましょう。20連目突入。スタンプ4ぐらいいってほしいよね。2、トータル4になりました。うお、順調だね。20連で4まで来ました。で10連目はなんと、おっと、まさかのブレイバーフィーバーからのお侍登場。今回は調子いいんじゃないでしょうか。だが内容が気になるところ。ここはティファちゃんのガイドグローブを出して、あの、突いたいところではあるので、二突したいよね。二突したいから、せめてね、あの、コスチューム天井行くまでには二突したいんですが、普通にね、ガチャからドロップ一個は、せめて一個は、せめて出してほしい。ティファちゃんグローブ。さあ、お侍さん、本気出せクラウド、本気出せクラウド。マジック。今日切りかますと。やっちゃえ、やるんだ、パッ、パッ、パッ、チャッチって。絶好調の今日切りでいきたいと思います。ティファちゃんのガイドグローブは入ってるか？でも1個以上欲しいよね。お、2個来てる！ティファちゃんとザックス。ティファちゃんザックス。ま、でもウィッシュリストさ、ティファちゃんにしてるからね。さあ、ここは、ガイドで頼むよ。違うんかい。ガイドだと思ってたぜ、今。ガイドかと思ったぜ、俺は。ザックスならできる。ザックスはでも強くしないとさ。あ、でもね。あ、99式ロングソード。あんま微妙だよね。いや。グローブもさ、ちょいちょい出てるんだけど、ガイドグローブ。星5で出ないとね。じゃあ30連目いきましょうか。ついに30連目に突入。スタンプは何個？ 2 だね。確定。これは確定なんですけど、確定なんだけど、演出でも確定し、これ演出確定なんだっけ？演出確か確定なんだよね。お侍さん来た！ってことは2個は出るよね。これさ、演出確定なくても星5は出るんじゃなかったっけ？ラストのところに。確かそうっすよね。だからさ、これはもうさ、2個でしょ。2個は、星5、2個は確定でしょ。お侍さん演出でしょ。今のところでも30連目で全部星5、星5演出出てるから、これはスタンプ報酬で1個、ラストに来るでしょ。ティファちゃん2倍抜け！突したいけど、これチャキーン。絶好調のピックアップガチャなんですが、内容がね、あの、あまりいいものが出てるわけじゃないので、投稿頼むぜ。いや、欲張っちゃいけない、欲張っちゃいけない。ティファちゃん、ウィッシュリストティファちゃんだからね。3つ来ちゃった、全部ティファちゃん。あざーす、あざーす。全部ガイドだったら最高。全部ガイドでお出しします。あ、それはちょっと言い過ぎだ。全部ガイドはやり過ぎだよね。それはちょっと欲張り、おーって、ごめんごめん、ガイドフラグ立ってんだけど。サンブレラ。グローブ！もう、そのさ、星3でグローブ超出してくるんだけどさ、問題はさ、星5でグローブ出さないと意味ないから。うわー、グローブ連チャンでいくんだけど、本チャン、ここ。ここでグローブ出さなきゃ意味ないよ。ガイドグローブ出ないんかい！さあ、2連続目は？出ないんかい！いや、だからさ、星4と星3でグローブ。で、これはね、確定のね、来た！これ確定だからね。俺は確定よ。さあ、ガイドグローブ1個目。なんでさ、なんで出ないのよっていうね。まあでもいいんじゃない？ライフ、あれはさ、
ってるしね。なんならメインウェポンで使ってるからね。ああ、興奮した。ティファちゃんまさか3つも出ると思わなかった。さあ来い、スタンプ。反動が来るか。うわ、3なんだけど。パワーアップしてんじゃん。ふ、どうなっちゃってんの、うどん。今回のスタンプ絶好調じゃん。ガチャも全部演出出てるしね。久々にエバクラ配信してるからあれかな。運営チームがさ、まあ、ちょっとじゃあ、よくしてやるか。って言ってくれたのかな。さっき FFRK 爆死したからかな。FFRK のガチャがさ、天井まで行った大爆死だったからかな。まあじゃあエバクラのガチャぐらいちょっとじゃあ引かしてやるかっつって。じゃあそのぐらいちゃんとリバースちゃんとやれよっつって。ありましたっつって。どのご褒美だったのかな。待て。40連目にして、確定演出が来るかどうか。ここだよね。ここ見せどころよ。避けろ、クラウド！滑らせろ！お前は滑れる男だ！滑った！タキー！ダメ！ 1、2、3、ダー！来た！まさかの、全部星5演出来てるよ。どうなっちゃってんのこれ！ティファちゃん、ここ、ティファちゃん！ティファちゃんだよね。オッケー、ガイド！ガイドグローブ！頼むよ。まだあれだよ。ティファちゃん頼むよ。ギッシュしてるけど。で、おい、そっちかい。なかなかあれだね。いや、だからさ、星さんとかで、いや、だからさ、なんで他のやつはさ、出てくれ、レアリティ低いやつはなんでグローブ出てくれんのよっていう。だって、レアリティ低いやつさ、6個ぐらい出てたよ。1、2、3、4、5、6でしょ。いや。そこはさ、そこはお願いしますよ、ティファさん。さあ、スタンプは何個？ 2 個！スタンプ絶好調じゃない？だってもう次確定じゃん。次が確定。確定で、もう、コスチューム。次で、まあ。うわぁ、でもすごいね。全部星5出てるね。そのうちティファちゃん4つ出てたからね。だが闇ガチャの中ではティファちゃんはガイドグローブが出ないという。天井行くまでに1個はねグローブ出して1突はさせてくれ。さあ行こうぜ、クラウド。ここは弾いてさ、パワー見せてやれ。ティファちゃんの前でかっこよく見せてやれ。ニブルヘイムを、お、避けた！星5演出確定！ジャンジャン、さっきも滑った時に、ティファちゃんだったから。頼むよ。ティファちゃん頼む！来い、ティファちゃん！ミッシュリスト全開で！ユフィちゃん？誰だろう？ユフィちゃんのガチャってさ、ガチャさんで持ってないからさ、シルエットでわかんないんだけど。モータードライブ。まあ、ティファちゃん1個確定してる。来た！ティファちゃん、ガイドグローブ！じゃんって、これ今日3つ目。ライフガードハンド。ライフガードハンド3つ目なんですけど、先輩、こんにちは！ユフィだよね。風魔手裏剣。風魔手裏剣来たんだけど、初めましてじゃない？風魔手裏剣始めましたね。はい、来ました。ついにスタンプ天井来ましたね。2だね、絶好調。スタンプ1個も出なかったんだけど、1個も出なくて、そんでもってさらになんだ、全部あれだよね。最後だけ出ないパターンかな。そういうオチかな。最後だけ出さないオチかな。これ。頼むよ。せめてさ、トツルのさ、せめてなんだけど、クリスマスにやってほしいんだけど。クリスマスの背景欲しいから。二突しないといけないもんね。でもライフガードがさ、三つも出たよ。プラス三突でしょ？やばいね。なんだかんだ一番使ってる武器で割るからね。レベル90。さあ、ここ滑るんじゃないの、また。弾いたよ。かませ。1、2、3。強切りシャキーン。
バイスフィーバー全部星5出たんだけど、こんなこと初めて。今日絶好調じゃん。まあ、1個だけど、マットさんじゃん、これ。ティファちゃんじゃないんかい。ティファちゃんじゃないんかい。博士、スキップ。1と2。コスチューム来た。これで決める。出た。かっこいい。ティファちゃん、かわいすぎるぜ。完璧でした。今回は完璧なガチャだった。まあでも、とつれなかったけど、それに関してはもうあれだよね。でも大満足だよね。ティファちゃん出たから。ということで、ティファちゃん出たのはもう何個か出てるもんね。なんだかんだティファちゃん結構出たよ。あ、これもとつれんの？あれ使ってか、そういうことね。いや、よかった。完璧なティファちゃんだったね。よし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 。で、モータードライブ1個ですよね。1と2。ついに、モータードライブが4と2まで来ました。素晴らしい。で、これも出てたよね。これも出てました。お、これあと1回ぐらいなんか出れば。100、あ、もうちょっとだね。ダントツになりました、ソニックピスト。素晴らしい。ほんでもってピンクも出てたっけ。ピンク出てないはず。こっちじゃない、これだよね。グランドクラブ1等ずつ。ついに 3凸になりました。全部ピンクにしたいね。あ、やばいやばい、飛んじった。さあ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 、ディバちゃん絶好調で、これも出てたよね。レザーグローブ出てなかったっけ。出てたね。オッケーオッケー。レザーグローブも凸3になりました。ありがとうございます。んで、そんでこれだよね。ついにライフガードがついに今3と2。もう今日だけで3つ出たもんね。でさらに4と2になりました。そして5と2。ピンクにしたいね。で、1凸できませんでしたが、これで強化。レベル80までは持ってきたいね。素材が足りるかちょっと心配ですが。見ていきましょう。OK。30。これで一応、ティファちゃんは一応星5のレアリティはコンプしてる状態はキープできてますね。あとは凸って。行きたいところではあるんですが、クリスマスとね、ガイドグローブ闇ガチャでとつって背景ゲットしていきたいですね。ガイドグローブレベル70まで来ました。ラストは80。素材足りるかな。前そんなこともあろうかと周回してたんだけど足りません。これはじゃあ周回して集めていこうかな。はい、ということで70レベルか、まあ、全部80にはしたいよね、せめて。まあ現在あれですね、ティファちゃんのガチャは確実に回してコスチュームまで取っていくというやってもおりますが、やっぱ最後あれだよね、コスチュームはさ、ウエスタンにしたいよね。 OK、ビジュアルだよね。ビジュアルだよね。
いいんじゃないでしょうか。ちなみにさ、最強にするとどうなんだろう。戦力6万になりました。無事うちのティファちゃんゲットすることができました。可愛いですね。はい、クオリティが高い、素晴らしいです。今回はこんな感じで本命のティファちゃんのガチャ新規もう大満足でいけました。まあ、とつれなかったんですが、まあ、これに関してはしょうがないかなと思います。はい、引き続きファイナルファンタジー7エバークライシス、まだまだティファちゃんのバレンタインの手袋貫突できてないので、そちらも合わせてやりつつ、ファイナルファンタジー7リバースのイベントで周回してセフィロスさんの武器も貫突できるように頑張っていきたいかなと思っております。そんな感じでマイペースでやってますが、キャラエンジョイ勢そんな感じでプレイしているファイナルファンタジー7エバークライシスでございますが、明日はねファイナルファンタジー7の耐久配信第2弾ファイナルファンタジー7リバース発売前ということで、先週はファイナルファンタジー7オリジナルこちらをクリアするまで配信っていうのをやりました。で、明日はクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンクリアするまで帰れません。多分30時間ぐらいかかると思うんですが、明日の朝から明後日までかけて配信しようと思っております。で、来週はファイナルファンタジー7リメイクをクリアできるまで耐久配信やりますので楽しみにしてください。そして概要欄の方にファイナルファンタジー7そしてファイナルファンタジー7リメイク、ファイナルファンタジー7ファーストソルジャー、ファイナルファンタジー7エバークライシスでクライシスコア明日で耐久配信しますが、クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンもプレイリスト全部作ってるので概要欄でもしチェックしてくれたら嬉しいです。引き続きメロジャム TV DJ ソアライズ、名前だけでも覚えていってくれたらすごい嬉しいです。モチベーションアップになりますのでチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。 DJ ソアライズ。